新しいお雑煮を作り出せ、ニュー雑煮オーダー。そう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 。おめでとうございます。新しいお雑煮を取り出そうじゃないかという、はい、はい、まだやってない、そう、グルメ企画なんですけども、なんと今回、え、アンケートです。あー、新年早々生かされております。皆様に早々生かされてる。そりゃそうだな、クレーでも何でもいいですね。はい、こちら、はい、フィットボクシング2の、アンケートが頑張ります。またあれ、そう、フィットボクシングさんの1、1ね、1もやったよね、去年2の、え、そう、いや、1、2は分かるよ。で、今回はだから、もう1周年、2の1周年で、やっぱそのコンテンツが追加されたりしてるんで、ってことは3周年、2周年、いや、もっともっと、10周年無限ですよ、俺、本当に。ほら、ありがたい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。リピーターにはやっぱ優しいんで、一元さんとか一元さんも優しくして一回やってくれたんだから、リピートされるとどんどん甘くなる。ありがたいですね。なんで、そのね、フィットボクシング、正月太りを解消するためにはまず太らなきゃいけない。毎日太ってお雑煮食べましょう。まず運動もならもう太らなくていいんだよ。毎回太る方ばっかりやる。まずはね、一人一人出していってもらいましょう。いいですね、やるぞ。うわぁ、危ない危ない、何撮ってんだお前は。わかんねえ。おもころチャンネル。焼けてる。いいね。おめでとうございます。おめでとうございます。雑煮って、漢字で書くと、雑煮と書いてありまして、まあそれの文字通り結構簡単に作れるんですよね。逆にめちゃめちゃ手をかけたらどうなるのちゃうってことで、雑じゃない、雑じゃないってことです。丁寧ということをちょっと持ってきます。これなんですね。これなんですけど、油浮いてない、普通なんかラー油みたいな雑煮の見た目じゃないじゃん。ちょっともうなんか、え、これ10時間かけました。なにこれ。で、何したか言いますね。何したか、まずカサゴの身をさばいてオーブン、カサゴの身、はい、カサゴの身を僕さばいてオーブンで焼きました。それを玉ねぎ、人参、セロリ、ニンニク、アスパラなどの香味野菜と一緒に1時間炒め炒め、でそれを白ワイン、魚の出汁、ホタテをミキサーしたもの、トマトピューレ、ミキサー、トマトピューレ、何をやってるの、と同時に、一緒に、数時間煮込みました。でそれを、ザルで押して、ヘラとかね、ヘラで押して旨味だけ、旨味キューってプレッシャーかけて、ポタ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 ってやって、それを塩コショウで味整えたのが10時間雑煮。すげー、雑煮の要素じゃないけど、餅入れただけじゃん最初。昨日の夜からやったんで、僕寝てないんで、雑煮のために徹夜でやったんで、ぜひ味わってください。あ、でも旨味がもうめっちゃ出てるけど、なんかなんだ、え、じゃあ飲んでみますか。はい、じゃあいただきます。いただきます。10時間あ、スープだ、あ、うま、スープうまい、あ、おいしい、うまうまい、え、もちろん、あ、ちょっともち食ってもちと一緒に行こう。これはうまい、うまっ、うん、うまい。タロウさんにスープストックにハマってるから、やっぱり見た、みんなスープストック動画、めちゃめちゃうまかったんだよあれ。あれ見てさ、作りたくなっちゃったで、この雑煮で これだと思って、作れると思って、うまいけど真似できねえ。真似はね、気軽に真似できないわ、こんな。スープストックに持ち入れたらいいのかな。スープストックに持ち入れました。これでいいのか。それは、これはうまい。もうね、本当に新しい味の雑煮を作るということで、こちら、ピーナッツバター。おお、これはもちに合うでしょと思った。すごい、お餅に合うはずなんで、まあ、パンと一緒だからね。ピーナッツバターゾーンですね。じゃあ、ってこと、そう
だからもう鶏ガラベースの醤油スープに、え、入ってんの、入ってんだ、これをもうドカンと、まあ、やっぱ出汁がないとね、旨味が出ないんで、ごまに近いんじゃない、もしかしたら。いただきます。いただきます。いただきます。うまい、うん、なんか、うん、お菓子だね、こういうあれだ、あの雷おこしとかその辺の、うん、あ、うん、いける、ミルク餅みたいな、うん、あ、全然いけるね、うまい、意外と、うまい、うまい、意外とうまい、好きだわこれ、意外といいね、ピーナッツバター、あ、また完食しいや、うまい、うまい、うまい、うますぎ、これはうまい、ちょっと今日調子いいな、ちょっとやばいね、今日全部うまいね、2022やっぱ違うな、違うね、そこでなきゃね、気合いが違うから、この調子でいきましょう、はい、うん、え、すげえうめえわ、原宿さピーナッツバター箸で食ってる、うめえなこれ、これはいいな、すごっ、お餅を食べたくない、え、ほらら、お餅をマジで雑煮なんだこれ、食べたくないよ、この年になってくると重たいなみたいなの、ね、そういう瞬間もあるんで、はあ、あの僕ちょっと薄い餅、あ、スライス餅ありますね、あるある、料理使うよね、大体ね、これはあのミルフィーユにして、はあ、中にやっぱ素敵なものを挟む、こういうドキドキもエンタメもありつつ、餅の摂取量はちょっとで済ます、これなんです、何それ、極力餅を食べたくない、めんどくせえな、しかも怖いな、そう、というわけなんで僕挟んできたんで、これ餅ね、あ、これ、あ、何これ、これ5種類あるんで、これ5種類、お楽しみってこと、味がわかんない、味もそれぞれ違うんで、あら、じゃあ判断気づいてな、まあ楽しいは楽しい、いろいろ入ってますね、ちょっと1から5までちょっともう番号選んでもらって、はいはい、なんか嫌な感じがしてきた、いやこれ絶対ヤバいやつ入ってんじゃん、いやね、1から5まで、え、さっき早もがちょ、1、3、4、OK、 5で、OK、選べるじゃん、まだなんか決まってないでしょ、1回持ってくなよそれ、超美味しい、それ持ってきたら意味なくなるだろ、おい、あんなどれかなって置いとくよ、ほんまに超美味しい、ママとやられたわ、持ってくなよそれ、一度人に選ばせたかのように、本当だろうな、お母様しませんか、マジシャンだろ、こいつ初歩的なマジックのテクニック、今何本も書いてなかった書かなきゃ意味ない、チラッと見たら OK、 一番の人、一番、はい、あ、これね、これね、本当に番号が一番なのか、2個でしかもなんかちょっと浮いてる、はい、2番の人、はい、2番、はい、どうぞ、なんかしょぼくなったね、うわー、何これ、わかんない、わかんないね、中身が、うん、はい、はい、え、なんか違う、本当だ、なんか違う、何が違う、スープの色も、スープの色も違う、中身わかんない、というわけでね、楽しみだね、このお餅に、ドキドキお餅だーい、こっちから、こっちから、こっちから、じゃあ、僕2番、2番頼んだので、赤くない、この餅を、ちょっと、こっちじゃない、おー、なんか入ってる、赤いんだ、なんか見える DNA が、一口で、一口でいった、何これ、超考えてる今後ろに風式が、カニ味噌、全然違います、全然違うことあるの、カニ味噌で、赤くないだろ、カニ味噌、カラスミ、あー、こんなにするんだ、カラスミ餅、あー、うまそう、もちめて食べた、あと多くない、あの量、いや、結構いっぱい入れた、初めて食べたカラスミ、美味しい、うまいね、うまい、いいでしょ、うん、これでいいのか、いや、全然わからん、見た目じゃ、中見えなかった。うん。うん。なんだ。うん。うんうん。なになに。アワビです。アワビ。わあ。よかったね。上品、確かに。牡蠣よりも。ええー。いいでしょう。うまい。すげえ。餅に挟んだ感じはどうなんですか。いや、美味しいよ。あ、よかった。いいじゃん。ちゃんと。いいね。旨味がちょっと後で。はい。それは。あ、もう見えてる。なんか見えてる。あ、なんか落ちてる。え、ちょっとそれ、ウニ、見えてる、ウニじゃん、ウニでしたね、いいやー、いね、自分のあたり、海鮮来てますよ、今ね、確かに、いやー、海鮮だ、いちご煮とかもあるからね、いや、そうそうそう、入れるの美味しい、うまい、うまい、合うかも、なんかね、じゃあ、加藤さんいきますか、えあれあれあれ
ハルさんか感じてるんですよ。あれ怖い怖い。ハルさん行こうね。ハルさんね、3番ね。そうね、はい、あいいね。うん、なんだどうやさ、いや、どう、うん、カニのほぐし身だ。あ、そう、カニね。カニね、めっちゃいいじゃん。そうなんですよ、素晴らしい。カニ好き。あ、カニ好き。カニ好き。確かにそうだ、今カニ好きになってる。確かに、いいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。うまい、うまい、うまい、うまい。じゃあ、あ、最後、順序という情報。情報、あの情報だね。大体高順じゃん。ね、順序。こうかな。こんなことない。研究点は何？俺一番だったのに。いただきます。美味しいやつ。美味しいですよ。お、早いな。え、笑ってる、笑ってる、笑ってる。どうしたんだろう。面白すぎる。リーマンが買う飴。リーマンが買う飴。リーマンが買う飴。飴スースー。オールズみたいな。やっぱ喉をね、心霊ちょっと整えた方がいいと思う。うわ、ちょっと調合させていただきます。全然違うじゃん。魚介にしたの。こういうドキドキもさ、新年のおみくじ、おみくじだ、おみくじも大吉、おみくじ、これ大吉だよ、大吉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 、一人だけの方がスースーしてるから、これ皆さん、ぜひ、試してください。はぁ、でも楽しかった。エンタメ性があるね。美味しかったし。ちょっとドキドキするね。はい、お、私でございます。うわ、なにこれ、じゃあこれに。揚げ出しとかあるじゃないですか。はいはい。わー、お餅バージョンですね。そう、え、ちょっと待って、雑煮じゃねえ。餅は居酒屋のこれ雑煮、これ餅が、あ、え、これが餅なの。肉巻き、肉巻きになってます。へー、肉巻きなんだ。これ雑煮じゃねえ。これ雑煮ですよ。揚げ出しだろ、これ新しい雑煮。いただきます。はい、いただきます。うん、うめえ。あ、うまい。雑煮じゃなくてうめえ。あ、うまい、うまい。雑煮って言ってこれ出てきたら、どうに出てくるの待っちゃう。お、あ、びしょびしょのハンバーグ。びしょびしょのハンバーグ。雨の、雨でびしょびしょになった。野生のハンバーグできた。お雑煮です。持ち帰りでさ、なんかコーラ中で飲ましちゃった。びしょのハンバーガー。雑煮って地味なイメージあると思うんですよね。普段食べてる濃い味のものに比べるとちょっとっていうのがあると思うので、結構濃かったりするけど、あの人気ハンバーガーチェーンのハンバーガーをお雑煮化したものです。これそうなの？お雑煮化って、これね、あのチキンの上にお雑煮の具材がめちゃくちゃ入ってます。あ、卵とか、なんかごぼうとか、それで餅も入ってる。お餅入ってるの。これ汁は、汁はもうひたひたにした。スポンジに染みてるというか、パンで。お箸でね、いただいてください。なるほど。なにこれ、マジで。これ。うーわ。いや、うまいでしょ。何がうーわなのか、本当わからないから。なんでうまいと思ってるの？小一時間取り詰めたいんだな。いや、だってもう、流しに落としたハンバーガーじゃん。なんでそういうこと言うかな。いや、そうだから。思ったより何のかな。いただきます。いただきます。なんだ、染みてるね。じゅわーって、この元のスパイスが強くて、しょっぱ。やったな。これは意外な結果でしたね。見たまんま。量とさ、和の味が同時に来るから、なんかもう本当に捨てられたもの食ってるみたいな。味は統制が取れてないからさ。元のバーガーなんて強いしね。強い。え、じゃあ、え、ちょっと待ってください。嫌な感じ。え、何の加工もしてない普通のバーガーがあるんで。そうだそうだ。ちょっと食べ比べてみてください、これ。あ、いいいい。全く同じやつなんでね。そうだね。うめぇ。余計なことしやがってよ。はい、ということでね、はいはいはい、いや新しいお雑煮がね、たくさん生まれました。なんかいっぱいいっぱいだよ。お餅はね、やっぱ膨れるね。取っちゃうよな、こんな。このまま寝るか。そうだね、寝よう寝よう。あれ、え、あれ、ゆっくり拍手やり。お待たせしました。ええ、誰、
1年ぶりに登場です。天の声何もっと出ろ。フットボクシングの良さを伝えるためにやってまいりました。え、牧野と申します。あ、わしもんかい。恥ずかしくねんか。正月太りはもう、はい、パンチで解消していきましょう。パンチで、はい。フットボクシング2発売1周年ということで、うん、さらに、1と2合わせて、はい、うん、シリーズ累計出荷販売本数、うん、200万本よ。素晴らしいよ。めちゃくちゃ売れてる、はい、200万って昨日、今回ですね、うん、言いたい、一番言いたいこと、はい、うん、新しいインストラクターが加わったということで、おお、はい、このガイってやつ。ガイ、え、ガイが白く、おお、ずいぶん待たせてくれたな。ほら、しっかりついてこいよ。緑川さんじゃないですか。出た、あ、ルカワと同じだ。ルカワ、あら、あらら、オッケー、まあ、早くやっていきましょう。それじゃ、そうなんです、ストレートいくぞ。せーの、すごい、おぉ、せーの、右の拳、おぉ、いいぜ、さすが慣れた。せーの、左の拳は物を、いいじゃん。さらにですね、はい、新しい BGM が追加されているということで、アニソンパックってやつと、アニソンパック、はい、90年代パックっていうのが3曲ある。何入ってんだろう。目指せポケモンマスター、あー、残酷な天使のデータ、エヴァ、そしてチャラヘッチャラ、あー、そう、王道ですね、はい、世代だわ、世代の方は、ね、90年代パックは、はい、愛は勝つ、あ、なるほど、そっち系ね、はい、で、ブラックビスケッツの、タイミングってことは、アマゾンになれるってこと。アマゾンになれるよ。そうです、なれるよ。名曲揃え、いいじゃないですか。いいですよ、これ今後も、新しい BGM が、マジで追加されるとか、マジックナイトレイヤースお願いします。あ、本当に。今ここで言っとけば、もしかしたら、言えばグリーンマンお願いします。あ、ポケビのウドちゃん、え、あれ俺の歌を聴いてくれ。みんなにパック出してください。みんなにパックね。確かにホワイティがコーチとして出てきてね。あ、ホワイティめっちゃいいわ。めっちゃいい、知らないで、あとですね、はい、なぜかアニメ化したと。え、え、そうアニメ化した。あ、これね、はいはいはい、そうだった、はいはい、5分間のショートコメディ、君とフットボクシングというアニメが放送されまして、はい、で、なんかどっかいろんなところで見れるらしい。教えてくださいよ、もうどこで見れるんですか。配信、今ね、テロップで多分出てるでしょ。出てるから、ラスト、ここで見れます、いろんなところで、はい、ここでね。あとですね、はい、これえ、どれ、ないないない、ジョイコンアタッチメントって、見えない見えない見えない、カメラ追えない、ピントが追えない、追えない、追えない、フットボクシングのために作られた方式のジョイコンアタッチメントも、さらにこれとフィットボクシング2が合コンされたやつもあります。初めての人はそれを買ったら、今から始める方はぜひね、ジョイントパックを。そうです、最後じゃあ恐れ山に、そうね、そうだね、よっしゃ、今鬼モードにしたんで、はいはい、鬼モードさらにちょっと厳しいかもしれない、モードがカメラに向かって撃っちゃうパンチもね、人気のことかな。じゃあ始めるぞ、はい、鬼モードどうだ、お願いします。まずは正しい構えでリズムを取る。リズム、はいはい、いいよいいよ、いいね、これよ、それぞれ、これ聞きたかったね。このステップが表示されるのね、地味にいいんですよ。最後まで前後ろね、後ろ、それじゃ、フックいくぞ、せーの、フック、おー、おー、おりすごい、君、アイドル、おー、以上の角度は90、せーの、おー、危ない、危ない、外側に大きく広げろ、おー、今度はウィービングいくぞ、左に右ウィービング、せーの、下に手で上がる、せーの、後ろにしっかり、せーの、チャラッチの使いをフックタス、せーの、左に右ウィービング、せーの、アンチの横、今度せーの、すごい映像だ、せーの、ストレートタス、せーの、せーの、みんなが踊れさんにな、せーの、みんなが踊って、
なくガードしてガードしてくれないで危ない危ない。これは僕も前はもうストレスだ。というわけなんでね、皆さんもお正月休みは、ぜひミッドボクシング2で遊んでください。ぜひありがとう。買ってくれ。買わねえやつは恐れ山が。あ、こらカン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 。おもころチャンネル、次回もお楽しみに。